早い子でも1年ぐらいかけてやっていくので。1年ですか、はい、去年12月に始まったこのチャレンジ、いわき市にあるレインボー体操クラブ斉藤コーチの指導のもと、鉄棒にぶら下がるところから始まりました。その後大車輪の基本となる抜き、あおりの姿勢を学びますが、あぶね、はい、度重なる怪我にも悩まされます。怪我の原因は重すぎる体。ダイエットにも励み、年末年始には実家周辺の公園で練習を重ねます。当初これくらいだったスイングの大きさも、回数を重ねるにつれ次第に大きくなっていきました。そしておい、止血締めて強く、お曲がった、おお回った回った。ついに斉藤コーチの補助割で初めて1回転することに成功します。まだ、僕の補助がだいぶ入ってるので、今度は全て自力で回っていただければなと思います。目標は斉藤コーチの補助なしでの1回転、完全成功に向けて再び動き始めます。タイムリミットまで1週間、コーチの手を借りず自分一人で回転するためスイングを大きくします。来てる来てる、あいいですね、抜きの位置気をつけて、はい、いい感じ、すごいいい感じ、いけそう、これはいけそうですよ。今先生触ってない、何にもやってないです。すごくいい感じですよ。成功まであと一歩のところまで来ることができました。しかしその後は次第に体力を奪われ乱れていきます。なんか変なとこ気にしちゃいます。なんかこうこの手が取れそうとか、はい、なんかこうそのまま行けばいいのにできない理由を探してますこれ危ないんじゃないか、少し余裕が出てきた分別なことに思いを巡らせるようになっていました。正しい動きをすれば安全なんですけど、はい、怖いと思って力を緩めちゃったりすると、はい、絶対うまくいかないので、そうですね、はい、動き始めたらもうやる、やる、わかりましたそうです ね、やる一択で、やる一択ですね緩んじゃここももう雨がちょっと潰れてきました。結局最終日を残し補助なしで回転することはできませんでした。そして迎えた運命の日。3ヶ月大車輪チャレンジも今回が練習最終日となりました。最後は先生の補助なしで1回転というのが目標なんですけれども、はい、私まだ成功しておりません最初の車輪に急いで行こうとしないで抜き、ぶら下がり、あふりをしっかりやれば必ず成功すると思います。はい、頑張ります。そんな私に斉藤コーチからあるものが。これはですね、はい、体操の選手の試合の時に着るユニフォームになっています。これは私着ていいんですか。はい、これ着ていただいてぜひチャレンジ成功させていただけたらなと思います。
ちなみにこのユニフォームはどなたの？これ私が実際に試合で着たことがあるユニフォームなんですけど。そんな貴重なもの大丈夫なんですか？はい、大丈夫です。これ着てぜひ頑張ってください。いや、このユニフォームからも力もらえそうです。ユニフォームに身を包み、いよいよ集大成の演技へと向かいます。後半ほど体力を消耗するため、最初の1回に全てをぶつけます。さあ行くぞ。そう、背中を上げて抜きの位置を我慢。そう、いいよ。はい、つま先から下ろして。そう、いけるいける。強く。よっしゃー、いけたぜー。やったさー。よー、ごー、やったー。いけたー。やりました。いけました。やった。いけたいけた。よし、すごい。本当にいけた。いや、やりました。おめでとうございます。ありがとうございます。やりました。すごい頑張りましたね。ありがとうございます、はい、おめでとうございます。斉藤先生、改めて3ヶ月間ありがとうございました。ありがとうございました。私の3ヶ月の挑戦、失敗か成功か、はい、改めて判定お願いします。はい、もちろん大成功です。ありがとうございます。最初はすごく無謀な挑戦だなっていうところから、年末年始ダイエットも含め空いてる時間でコツコツとやっていただいたのが全部生きてるので、頑張っていただいて本当にありがとうございます。こちらこそ本当に、今回の挑戦はもう斉藤先生抜きでは決してもう成功しなかったと思います。斉藤先生のアドバイスがもう一つ一つが自分の本当血となって肉となって、日々何かこう成長できたなというふうに思っています。私も30代後半になって、この年でも新しいことを挑戦していいんだなっていうことを改めて何か感じたような気がします。はい、はい、本当に3ヶ月間ありがとうございました。 ありがとうございました。レインボー体操クラブの皆さん、貴重な経験をありがとうございました。